マリズムボリューム2にご来場の皆様、こんにちは。朝の姉妹プロジェクトのお姉ちゃん、朝のルリです。今回はですね、マリズムボリューム2で販売されるかしこマリさんとパンディさんをモチーフにしたスペシャルなドリンクについての紹介です。まずはかしこマリさんのドリンク、プリンセスちゃんマリー。ピーチリキュールにグレープフルーツジュース、パインジュース、レモンジュースを加えたフルーティーで美味しいアルコールドリンクです。ちゃんまりさんの可愛さやパッションの雰囲気がトロピカルにギュッと凝縮された芳醇ながらに爽やかな一杯。一口飲んだら今にもちゃんまりさんの歌が聞こえてきそう。いやー、いいですね。ちゃんまりさんに思いを馳せながら仲間とドキドキ語り合って飲みたいですね。お姉ちゃんも飲みたい。次にパンディさんをイメージしたパーティーパンディ。ライムの香りにラムの風味を加えたカクテルテイストの炭酸飲料ヘカテに、真っ赤なグレナデンシロップを加えたノンアルコールのパーティードリンク。こちらはノンアルコールレシピとなっておりますので、アルコールが苦手という方、お車でお越しの方、マリズムでエモい気分になってから打ち上げで生育決めるんじゃというマリンチュの皆様向けのドリンクとなっております。第2回のマリズムやっと来れたという方も、第1回も来たよという方もお楽しみいただけるこちらのオリジナルコラボドリンク。今日という日の記念に一杯とは言わず何杯でもぜひぜひお楽しみください。コラボドリンクの感想はぜひハッシュタグマリズムでツイートしてくださいね。それではマリズムボリューム2盛り上がっていきましょう。朝の姉妹プロジェクトの朝のルリでした。